はい、どうも、ケイジです。今日もね、ロマサガ RS やっていきましょう。今日はですね、新しいガチャ、詳細出ました。クリスマスガチャね。カウントダウンでももうイラストが出てましたが、コーデリアとラベールとウィルで確定ですね。で、一応これでクリスマスガチャが来ます。この3人のね、SS キャラの性能をね、ご紹介していきたいと思いますが、その他にもね、いろいろキャンペーンなどありますので、こちらの方を先に紹介していきます。はい。それではね、まずはこちら。復刻フェスも開催されるようです。一周年ロマンシングフェスモニカ編ということで、忌まわしきではないか。うん。デッパーモニカね。デッパーモニカと、あとエレン、バックパックが重い。それから SST260G が復刻できます。でね、この復刻ガチャではね、そうですね、やはりね、SS のエレン持っておられない方は、狙っといた方がいいと思います。うん、SS のエレンはね、かなり強いんで、私はおすすめいたします。まあ、この3体でどれがいいですかって聞かれたら、私は SS エレンをおすすめしておきます。それからですね、こちら。聖夜の1周年超感謝祭ログインボーナスということで、まあ、7日間でね、最大3000ジュエルいただけるということで、これはありがたいログインボーナスになっておりますね。はい、それから聖夜の1周年超感謝祭毎日1回挑戦可能ということで、1日1回ね、挑戦できるクエストで、祝1周年記念プラチナガチャチケット期間限定や螺旋ガチャチケット2、ゴールドピースなどをゲットということで、ここでね、螺旋ガチャチケット2ね、新しい螺旋ガチャチケットもらえるかもしれませんので、これはありがたいですね。うん、これは1日1回なので忘れずにこなしていきましょう。はい、それからクリスマスのイベントクエストもあります。こちらメリークリスマス聖夜のサンタ合戦ということで、はい、こちらのイベントではピースを集めて SS リッチをスタイル召喚ということで、今回のね、まあ交換スタイルは SS のリッチがやってきました。はい、リッチといえばね、期待されていたメイン15話でね、初回クリアでゲットできる SS 武器ね、はい、こちらが使えるのかどうかも後ほど、スタイル性能紹介していきたいと思います。はい、でこのイベントではですね、ハードベリーハードクリアでイベント限定 S 武器がドロップということで、4つの S 武器がドロップするようです。こちらの方もね、4つ全てね、回収しておきましょう。性能の方はですね、今現状ね、15話までで取れる、まあ、最上位の武器と同等レベルになっております。はい、あとはですね、まあ、クリスマス限定武器ということで、愛と魅力がプラス1ずつ、まあ、ボーナスでつきます。はい、あとそれとですね、去年のクリスマスイベントがどうやら復刻で来るようです。モニカのクリスマス大作戦、はい、このイベントでは SS 雪だるまがゲットできるので、もしね、まだ持っておられない方ね、ご新規さんの方とか、まあ当時クリスマスイベントはまだやってなかった方は、ぜひ取っといてはいかがでしょうか。私はね、ずっとヒーラー不足でね、泣いていた時期があったんですが、その時はずっとこの SS 雪だるまをね、ずっと活用しておりました。まあ、S キャラなんですけど、まあ当時ね、本当に回復キャラいなかったんで、私の編成のヒーラーといえば SS 雪だるまの時代がね、ずっとありました。ドット絵も可愛いので、まだ持っておられない方ね、ぜひゲットしておいてください。あとね、クリスマスの奇跡というね、復刻イベントもあります。こちらの方では S のソフィアね、はい、聖騎士の正装ですって言ってますが、これのどこが正装なんだってね、そうツッコミありましたが、うん、こちらの方もね、キャラゲットできるので、持っておられない方はぜひゲットしてください。ロマンシングフェスコーデリア編ガチャね、はい、これに含まれる3体のスタイル性能ご紹介していきましょう。はい、いきますよ。それではね、まずはこちら、はい、SS コーデリア武器種は槍ロールアタッカーになっております。術適性はありませんね。はい、こちらコーデリアはですね、一つ目に新技で、二つ目の稲妻突き、おそらくこれもね、新技だと思います。で、三つ目に無双三段ですね。はい、それではね、一つ一つ見ていきましょう。一つ目の技はポンポンツリーということで、こちら属性凸、威力 E、 コスト5なので最大覚醒して4、こちら敵全体になっております。槍の凸攻撃ですね。で、威力 E なんですが、コスト4で、開幕から全体が使える。まあ、威力こそ E と低いんですが、まあ、BP が4なので、まあ、手動入力の場合ね、ずっとこのポンポン3っていうね、敵全体攻撃が使えるっていうのは、これかなり美味しいですね。これはやばいですね。
それから次2つ目の稲妻月は凸プラス雷、威力 B、コスト8、まあ、最大覚醒させると6で使える威力 B の複合技凸プラス雷ですね。これもかなり技を持ってきております。 BP も低いし、まあ、威力 B ですが、まあ、かなりダメージ出せると思いますんでね、複合技を持ってきてるのは美味しい。 SS コーデリアがねすでに1体ありますが、すでに出ているコーデリアはアルダーストライクっていうね凸プラスレイの技を持っておりますので、まあ、凸プラスレイのアルダーストライク、高火力高威力の技を継承させると2つの属性をね使うこともできます。はい、こちら敵単体の、まあ、稲妻好きなんですが、これはかなりいいと思いますね。これはもう期待できます。はい、で3つ目は無双三段、こちらは威力 SSBP12 なので、まあ、最大覚醒させると9で使えるので開幕オートでも SS 技が使えるというふうになっております。まあ、あと継承させる技がかなり豊富にありますので、コーデリアは配布コーデリアがね以前ありましたが、その配布のコーデリアから全体のスイングっていう技を持ってくると、ポンポンツリーとスイングのね両方の全体攻撃が使えるっていうのも、これはかなり美味しい技構成になっております。今ねこの技3つだけ見ても、単体今回のコーデリア単体でも十分ね、強いコーデリアになっております。というのはアビリティとスタイルレベル50マックス時の補正値ね、この2つを見ていきましょう。はい、アビリティなんですけど、吸収攻撃3を持ってますので HP 回復できるキャラクターですよね。火力アタッカーで自らね HP 回復できるのは、これはかなり耐久力復帰力ありますので、これはいいアビリティ持ってますね。それから2つ目弱点集中3、ウィーク攻撃の余ダメが上昇効果大、あとするとテンションアップ4持ってますので、ダメージ補正値が弱点集中3の15、テンションアップの15なので、常に 30% のダメージ上昇率を持ってます。これもね、かなりいいアビリティです。あとね、スタイルレベル50マックス時の補正値なんですけど、腕力プラス 85% プラスボーナス13、あと素早さプラス 79% プラスボーナス15あります。なので、火力がしっかりと出せる高火力アタッカーとなっています。まあ、凸アタッカーね、まだ足りてないって方は、今回のこのコーデリアは狙い目だと思います。これはかなり熱いキャラクターですね。で、クリスマスフェス限定なので、この機会には取っておいて、絶対に損はしないキャラクターね、コーデリアは。これはね、おすすめいたします。悪いところが見当たらないかな。うん。すべてが高水準。かなりいいね、これは。なので KG、このコーデリアはおすすめしておきます。はい。ちょっとね、もう KG もだいぶ熱くなってきましたが、次行きましょう。はい、SS ラベールですね。武器種弓、ロールはアタッカーで、術適性に風を持っております。はい。それではね、技見ていきましょう。1つ目に優しい歌。2つ目、新技メルシー棒。3つ目ミリオンダラーですね。新技がね、技2つ目のメルシー棒になりますが、1つ目の優しい歌は、メインクエストでねドロップで獲得できるリュートが持っている、技ですね。こちらはですね、まあ、味方単体の状態異常を解除するだけの技ですね。 HP 回復などは持っておりません。なので、まあ、ここがね、どれぐらい使える技なのかはわかりませんが、リュートの方でね、一回使ってみたんですよ、優しい歌。で、状態異常を回復するんですが、まあ、白バラを持っていて、まあ、再生効があるのならば、技一つの枠を削ってまでも、どうなんだろう。アビリティ枠にこういうのがあると、まあ、全然問題ないんだけど、技枠をね、わざわざ一つこれを使ってしまうのがちょっともったいないかなと思います。はい、で2つ目技ね、メルシー棒、こちらは凸でね威力 ABP8 覚醒させて6で使える単体攻撃ですね。この技を軸にねどう構成していくかって考えるのが面白いかもしれません。であと3つ目ねミリオンダラーは全体攻撃、まあ、こちらね威力 A でコスト15なので、最大覚醒させて12なので、開幕オートではちょっと使えませんね。ミリオンダラーを使おうとすると手動入力でいかないと、ちょっと難しいかなというところはありますね。はい、で、まあ、その続きアビリティなんですけど、さっき言いました連機養成、こちら攻撃命中時 BP 回復1で、2つ目に回復呼吸、ターン開始時自身の HP 回復、
それから3つ目にテンションアップ4なので、回復呼吸持ってるのでね、さっきのコーディリアと一緒で、自身のね HP 回復する能力持ってますので、これは全然ありがたいですね。回復呼吸とか吸収攻撃を持っているアタッカーというのはかなり重宝しますね。はい、それからスタイルレベル50マックス時の補正値なんですけど、弓のキャラクターなので器用さが重視されるんですが、プラス 89% プラスボーナス16とかなり高い水準の器用さ補正値持ってますので、火力は十分出せると思います。はい、それではね次いきましょう。こちら SS のウィルですね。やはりウィルでしたね。これはサンタクロースではありませんでした。でこちらはね武器種コンボのロールアタッカーで、術適性に秘術を持ってきております。ウィルといえば、秘術をね使うキャラクターなんですが、先に言っておきますけど、今回のサンタクロースウィルは知力がかなり低い。レベル50マックス時の補正値でもプラス 25% プラスボーナス5になっておりますので、軽傷でね、小殺、焼き殺しね、小殺とか、その辺の術を持ってきても、ちょっとね、火力は出せないなというところはあります。はい、それではね、技見ていきましょう。1つ目、ヒロイズム、2つ目、大進撃、3つ目、プレゼントボンバーと新技をここで持ってきております。で、1つ目のヒロイズムはですね、味方の攻撃力をね、1つ目のヒロイズムは味方の腕力をね上昇させる、補助系の技になっております。で2つ目の大進撃は、属性打威力し BP11 なので、覚醒させて9で使える、全体攻撃ですね。こちら対象をスタンさせることもできます。はい、で3つ目にプレゼントボンバー新技、こちらがですねダープラス熱の複合技で SS 威力 BP15 スタートですね。でこちらは横一列のダープラス熱の複合技になっております。でコスト15なので、最大覚醒させると12なんですが、アビリティにパワーチャージ2を持っておりますので、全力オートでも、開幕でプレゼントボンバーというね横一列の範囲攻撃ダープラス熱を使うことはできます。はい、パワーチャージ2があるので、心配はないですね。オートでもこの技は使ってくれます。であとね、このウィルはですね、今回補正値に、腕力がプラス 92% プラスボーナス12とかなり高い腕力補正値を持ってますの で、 であとアビリティ他にはテンションアップ4を持ってますし、2つ目に素早さ減衰2というのを持ってます。こちらはラウンド開始時敵全体の素早さを低下させるなので、これアビリティで自動発動しますので、敵でね、敵の素早さが下がるとこちらだいぶね立ち回りやすくなりますので、これもなかなかいいアビリティですね。はい、ということで、そうですね、この今回のクリスマスガチャ3体の中で、やはり一押しはコーデリアになりますね。であとラベールと、ウィルは、余裕があるなら、コンプリート狙ってもいいのかなと思いますけど、やはり狙うはコーデリア。あとイベントクエストでね交換で手に入るリッチも紹介しておきましょう。こちらはい、SS リッチサンタも悪くないということで、こちらはね武器種兼ロールアタッカーで術適性に秘術を持ってきております。ということでリッチ初の SS が今回ね残念なことにフェスガチャでね含まれないで、お約束のね、交換スタイルとなってしまいました。リッチはね期待していたんですが、 SS リッチね、というのはね、やはりポルカが使うことのできるメイン15話で初回クリアでもらえる SS の武器ね、術使わせたかったんですが、今回の SS リッチもレベル50マックス時の補正値、知力の方がプラス 28% と知力が低いので、術秘術に関してはちょっと期待できないかなというところですね。今回の SS リッチは、残念ながらちょっと微妙なところにね位置づけされてしまったので、ちょっと使いどころが難しいのかなと思いますが、キャラ愛のある方はねぜひね大事に育ててあげていってほしいなと思います。あとアビリティなんですが、反抗防護2っていうのを、カウンター攻撃ですね、直接攻撃に対して火ダメを軽減してカウンターします。であと有権の守りさんで HP 満タン時火ダメ軽減、
テンションアップはまあ配布キャラになりますので、テンションアップは3になっておりますので、この辺の流れは今までのね、こういったまあ配布交換 SS キャラクターとまあ大体同等ですかね。まあですが、リッチの場合は SS 武器を持たせることができますので、リッチの場合は SS 武器を持たせて、まあ、あの秘術をね、一応使うことができますので、まあ、その辺はちょっとね、試してみたいなというのはありますね。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントも待ってますんでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。コウジロウゲームズでした。